はい、どうも、エナイトのじゅんさんです。こんにちは。今日はですね、この臨時休業の中で2回ほどいつものあいこが紹介してくれたんですけれども、足、下半身ですね、こちらですね、足下半身をやっていきたいと思います。まあ、スクワット系なんですけれども、やはりね、あいこが紹介したのは結構ね、誰でもできる比較的簡単なスクワット系だったと思うんですけれども、そこはやはり僕ですから、そのレベルをちょっとね上げて、もうハードにトレーニングしたいなという方のためにね、今日はお送りしたいと思います。さあ、用意するのは2つです。まずは椅子ですね。もうどこにでもある椅子で結構です。椅子と、あとはこういったタオルです。この椅子とタオルがあれば、まあ、誰でもどこでもできますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。それでは行きましょう。どうぞ。今日のトレーニング一発目はバックスライドです。タオルを1回、そして2回折って、片足が乗るサイズにします。そしてつま先を乗せてニュートラルを取りましょう。タオルに乗せた足を後ろにスライドさせて元に戻します。しゃがむ角度は皆さんの体力に合わせてくださいね。しゃがんだ時にすねと体が平行になるように体を少し前傾させます。両足を使っていいですが、慣れてきたら前足、片足で体を引き上げる、そういう意識で行ってみてくださいね。続いてはサイドスライドです。先ほどと同じようにタオルを2回折って片足を乗せます。足を真横にスライドさせて元に戻しましょう。体は両足でスクワットを行うように、骨盤そして肩を水平に保ちます。支えている足、今だったら左足、皆さんから見て右足の方ですね。膝が内側に入らないようにまっすぐ曲げることを意識して行いましょう。続いてはヒップリフト&レッグカールです。まずは両足が乗るようにタオルを1回折ります。仰向けになって膝を90度、足は腰幅に開いて両手は体の横に添えましょう。まずはお尻を高く持ち上げたまま足を伸ばします。戻すときにお尻が下がりやすいですので、お尻から上げて膝曲げる、お尻から上げて膝曲げる、その意識をしっかり持って行うと非常に効果的です。とても強度が高いトレーニングですので、きつい方はお尻を下げて行ってみてくださいね。続いてはブルガリアンスクワットです。今度は椅子を使いましょう。片足の甲を椅子に乗せて、もう一方は大きく前に踏み出します。ゆっくりとしゃがんでいって立ち上がりましょう。しゃがんだ時に足のすねと体が平行になるように体を少し傾けます。できれば前足一本で立ち上がる、そんな意識で行います。次はレベル2です。先ほどよりも深くしゃがんでみましょう。まずは指先が床につくようにしゃがんで、慣れてきたら親指がつくように深くしゃがんでいきます。僕のようにね、柔軟性が少しない人はしゃがむと気持ち背中がニュートラルから猫背になってしまいますので注意してください。ご自分のできる範囲で行います。よし、いよいよ最後はヒップリフトです。仰向けになって両足を椅子に乗せます。膝の真下に腰を持ってきて高くお尻を持ち上げます。片足をもう一方の膝に乗せてゆっくりと腰を下ろします。一番高いところまで行って一瞬キープ、床につくかつかないかギリギリまで下ろしてからまた持ち上げましょう。慣れてきたら足を組まずに片方の足は伸ばして行うと効果的です。
いかがだったでしょうか。バーベルとかね、あのマシンとかなくてもですね、この椅子とかタオルとかがあれば、もうたくさんの種類のねトレーニングが可能になります。ただそれだけではなくて、足のトレーニングはね非常にメリットが大きいです。ユナイトでもまず入会していただいたら、第一優先は足のトレーニングなんですね。なぜかというと、足を鍛えることによって筋肉が増え、体脂肪率が落ちると、そういった効果があります。まあ、足はねトレーニングするだけで筋肉が大きいですから、もう消費エネルギーはまず上がりますよね。二次的に筋肉が増えますので、消費エネルギーだけじゃなくて基礎代謝も上がるんですね。そうすることで1日の消費エネルギーがどんどん出てきますから、体は引き締まっていきます。というわけで足のトレーニングはマストなんですね。ぜひねお家で足のトレーニングを取り入れてみてください。今日はこれで終了します。ではまた。